コラディアはアルストムグループのアルストムトランスポール社が展開する動力分散方式の車両のブランドである。電車、機動車の標準規格として登場。車両によっては低床車両にも対応している。コラディアエーテルはドイツ鉄道とフランス国鉄の協力の一環でドイツのリンケ・ホフマンと合同で1996年に開発した単行機動車。 フランス国鉄やドイツ鉄道に納入されたほか、2000年から2005年まで、ルクセンブルク国鉄でも2100型として使用されて、いたが2005年にフランス国鉄に売却され X73500 型に編入された。コラディア線はイギリス向けの高速機動車。ウェールズで運用される最高速度時速 160km の175。 型と最高速度時速 200km の高速列車用に180型が導入されている。コラディア・ジュニッパーはイギリス向けの近郊用電車。河川区間のほか第3機場にも対応している。334型、458型が導入されているほか、2012年までガトウィックエクスプレス向けの460型が 運行されていたが、現在は改造の上458型に編入されている。コラディア・デュプレックスは2004年から製造された2階建て車両。最高速度は時速 130km 時速 200km に設定可能で最大5両編成、着席定員576人まで対応することができる。フランス国鉄、ルクセンブルク国鉄の他に、 スウェーデン鉄道向けに X40 軽電車として納入されている。コラディア・リントはドイツのリンケ・ホフマン社が吸収したアルストムが継承し、アルストム LHB 社名義で1999年から展開している。リントという名称はドイツ語のライスター・イナベイティバー、ナバーキストライ・オブ・ワガンに由来する。ディーゼルエンジンはマトゥー・フリー・ドリヒス・ハーフェン製 V 型6気筒、駆動装置は ホイとか ZF の変速機を搭載する。コラディアリーレックスはモジュール化された低床車両シリーズである。試作車は、ドイツ鉄道との共同開発で2000年に製造された電気式機動車で、一軸車輪による100%低床化や、フライホイールバッテリーの搭載によるハイブリッド化がなされており、ドイツ鉄道618系機動車として納入され、営業運転も行っている。 リレックスという名称は、英語のライトイノベーティブリージョナルエクスプレスに由来する。なお、リレックスのシリーズ名を使用した量産型車両は存在しないが、コラディアノルディック、コラディアコンチネンタル、コラディアポリバントは、リレックスの派生シリーズである。コラディアメリディアンは、イタリア向けの車両。トレニタリアに納入された車両は、ミヌエットの愛称が付けられている。 コラディアノルディックは前日のカーディアリレックスをもとにスウェーデンストックホルム近郊で通勤電車を運営するストールストックホルムズロカールトラフィーク社向けに開発された当初同社ではボンバルディアのレジーナを導入しようとし実際に借り受けて試験運行してみたが加速性能とドアの幅に不満があったという2002年に契約が締結2005年から ストールストックホルムスロカールトラフィーク X60 軽電車として納入が開始された。派生形式として X61 系と X62 系がありいずれもスウェーデン各地の公営交通会社で運用されている。車両は6両編成ないし4両編成で連接台車方式を採用している。この他にもスウェーデン国内で使われているカーデアには空港アクセス用に X3、上記のスウェーデン鉄道 X40 系電車がある。コラディアコンチネンタルは、前述のカーでありレックスをもとに開発されたドイツなど中央向けの車両。基本的な構造は、上記のノルディックと同様だが、丸みを帯びたノルディックの車体と異なり、直線的な車体になっている。2008年から製造が開始され、ドイツ鉄道をはじめとしたドイツ各地の鉄道事業者に、 納入されている。また2014年以降に製造される車両は、欧州の鉄道設計企画である案15,227を採用し、全面にクラッシャブルゾーンを設置したデザインに改められている。コラディアポリバレントは2012年に発表された都市圏向け車両。ヨーロッパ各国の電圧に対応可能な仕様になっているほか、非電化区間で ディーゼルエンジンによる自走が可能なバイモード車両仕様も選択可能である。主な納入先であるフランス国鉄ではレジョリスの愛称が付けられているほか、2017年以降、セネガルのブレイズジャーニュ国際空港への空港連絡鉄道向けにも製造されることが決定している。コラディアライナーは都市圏輸送向けのカーディアポリバレントとは異なり、 長距離のインターシティ向けに製造されている車両。電化区間の他に非電化区間でディーゼルエンジンを使用して走行することができるバイモード車両である。フランス国鉄に B85000 型として納入されており、それまでアンテル支店に用いられていた客車列車を順次置き換えている。ありがとうございます。